はい、どうも、イサンプロスペです。皆さん、東京タワーは当然ご存知だと思いますが、その東京タワーにそっくりな人と家の近くにはありませんか？子供の頃は家の近くであるいくつかの西東京タワーを見て、本物はどれだろうなどと考えてたりしたものです。まあもちろん電車や中に本物の東京タワーなどあるはずがないのですが、で成長したらそういうことも分かって、西東京タワーはタワーの鉄塔なんだということで納得している方が多いと思います。しかし皆さん、よく考えてみてください。なぜ全国各地に東京のタワーそっくりの鉄塔があるのか、不思議ですよね。それだけ多く似たような鉄塔があるというのは、偶然ということで説明するのは明らかに無理があります。実はこう謎を解明する最大の手がかりは、似たような鉄塔が全国各地にあるというこの事実自体にあるのです。似たようなものが各地にあるということから、おのずと推測される事実、それは元となるものがただ一つ存在するということです。この場合はおそらく最も有名な東京タワーを元とした西東京タワーが全国各地にあるということでしょうね。そして肝心なのが、全国各地になぜ西東京タワーがあるのかということですが、様々なことを考慮した結果、これらの連覇塔はたくさんあるように見えて、実は1本しかないということが分かりました。まあこれだけ聞いても何だか何だか分からないと思うので説明しますと、まず元となる東京タワーがあり、それを時空を歪ませることで各地に西東京タワーを出現させているということです。西東京タワーが西であると判断する基準として、高さが全然違うということで見た目が違うというのがあると思うんですが、その際は実は時空を歪めたために生じたものだったんですね。つまり西東京タワーの正体は東京タワーだったんです。なぜこんなことをしたのかというのは、東京タワーは東京に1本あるだけなのに全国に点在しているといういわゆるパラドックス的な状況からわかります。この状況は、東京タワーにいれば全てを西東京タワーにいるということですから、これを利用して東京タワーから西東京タワーへ瞬間移動ができます。つまり瞬間移動するために軸を歪ませて西東京タワーを全国に出現させたということです。ただ瞬間移動装置が開発されているなんていう話はにわかには信じがたいと思います。ですが瞬間移動技術をある特定の組織の研究者が開発したとしたら、その技術を外に回さず、その組織のためだけに利用しようとするのは自然なことです。でその組織の正体では何なのか、それはこの西東京タワーが日本以外の国にも存在すること、そして東京タワーの高さを考えればおのずと見えてきます。東京タワーの高さ、皆さんご存知でしょうか？その高さ333メートル。東京タワー計画が構造された際、例の計画はあったのですが、他の計画は高くても200メートル程度でした。なぜ東京タワーが突出して高かったのか、表向きには観光需要のためということになっていますが、果たして本当にそうでしょうか？瞬間移動するためには対となる2つの東京タワーが存在する必要がありますよね。そこで333に2億系と666悪魔の数字、あの有名なフリーメイソンが大切にしている陰謀を渦巻く数字が出てました。もうパンドラの箱は開いちゃったの。このフリーメイソンという組織は世界征服をもこんでいるのですが、世界征服をする上で世界中に瞬間移動できたら便利なことは容易に想像できると思います。つまり東京タワーはフリーメイソンが世界征服のために作った瞬間移動装置だったんです。信じるか信じないかはあなた次第。